はい、どうも、寺子リテラ寺子タでございます、えー。今回もですね、日本史、平安時代、藤原の元常の関白政治について語っていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。時代の範囲を捉えようというところでございまして、866年から886年の間の出来事だと思っていただければなと思います。まあ、天皇と言語を覚えていきましょう。天皇がですね、聖和天皇、洋聖天皇、 天天皇、宇田天皇宇ですね、えー。字、気をつけてください。えー、陽勢天皇ですね。太陽のようになると書いて、陽勢と読みますよと。で次に、孝校天皇なんですが、まあ、光は間違いないと思うんですけども、えー、次の高校の孔ですね。2つ目の孔ですね。えー、子供 下が子供の子になってますので、そこ注意でございます。考えるの方ではございません。というところですね。あと、う、だ天皇ってね、うだと言いますが、えう、ー、に、え多、ー、いと書いて、うだですので、え多、ー、いっていう字、えー、間違いないようにしていただければなと思います。で、次に言語なんですが、上願、えー、行、えに、ー、な、そしてょう、 という形になりますであの、まあ、上眼とか仁なとかね官っというのは分かりやすいと思うんですけども2番目の眼行をね元慶と書いて眼行と呼びますので、えー、そこ注意ですねはいよろしくお願いいたしますで藤原の元常っていうのはどういう人なのかっていう話なんですけども、えーまあ、ジップと洋父っていう概念が出てきます ZIP がですね藤原のながらという方 ですねまあ、藤原長吉なんて言い方をします、えーまあ、どちらでも大丈夫です、漢字さえ間違えていなければ大丈夫です、でえーまあ、藤原の長原がらが、ねえー、死んでしまって、洋、え、風、ー、父の藤原義久に養われますと、いわゆる藤原の元妻は養子という形になります、はいでまあ、実の妹もいますよと、藤原の高子という女性ですね。 これはですね、後に清和天皇の女吾になりますよというところですね。はい、結構複雑なあ形になりますので、実ッは誰、養、ね、父、えー、は誰というふうに、ねえー、聞かれることがあれば、そこを間違えないようにしていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。で一応ですね、えーまあ、関白というお話だったんですけども、まあ、摂政と関白何が違うのというところ。 お話したいんですが摂政というものは天皇が幼年いわゆる年齢がですね若くてですね政治,に政治能力がない場合天皇にとって代わって政治をするこれが摂政というものでございます関白というものは天皇が大人になって天皇自体が政治を行うんですけどもそれを補佐するというような形、まあ、コンサルティング ね、えー、のような形だと思っていただければなと思います。ね、あの、摂政に関しては、天皇が幼年であれば、幼年以降はですね、天皇が政治を行うという形なんですけど、関白は大人になっても、えー、その、補佐として活躍できますよとで。関白の方が権力は高めになりますよと。ね、えい、ー、うところでございますね。はい。そのイメージを持っていただければなと思います。 でまあ、当時の成人というのはどういうものだったのかという、ねえー、こともお話しさせていただきたいと思うんですが男性はです、ね、原服というものを儀式が終われば大人とみなされます、これもです、ね、時代によっていろいろ違うんですけども13歳から15歳の間に男性は原服しますよと、といわゆる大人になりますよと、えーまあ、今でも中学2年生、14歳ぐらいになるとですね、えー、経理責任が問われますよ。 ということを全校、ねえー、集会とかで言われたりとかすると思うんですけども、まあ、14歳がまあ基準だと思っていただければなと思います女性はですね模擬と書くんですけども、えー、模擬という儀式を行えば、えー、政治の女性として嫁に,嫁に嫁ぐことができますよと9歳から12歳の間という、えー、形ですねはい今男性はあその 能力、政治的な能力を持つのが14歳女性の9歳から12歳というのは、まあ、いわゆる子供が産めるような年齢になるっていうことですね今から考えたら早すぎねって思うかもしれませんが当時は30歳とかが平均寿命というふうに考えられておりましたので30歳とかであればその半分ぐらいでまあ子供を産んで,で半分ぐらいで育てるというような形が えー、当時の平安スタンダードということになっております。はい。これ、ね、原服と模擬ですね。まあ、い,いわゆる、大人の服を着れば成人になりますよということです。原服っていうのも、原服の玄とていうのは初めなんて言い方をしますよね。確か、ハリめ社長の初めだった気がするんですけども、その、ね、服を、ね、大人の服を着る最初の儀式と、 いうことですね、女性も模擬って書いてあるんですけども、模とうですね、えーまあ、十二一重のような服、基礎となる服を着る、えー、儀式になります。ねえー、大人の服を,を着れるようになったら大人ですよというところを覚えていただければなと思います。これ、古文でも、ね、問われたりとかしますので、覚えていただければなと思います。で、清、まああのー、和天皇がですね、洋、え、勢、ー、天皇に上位しますよと。 これどういうことかということなんですけれどもで、藤原の元常の妹、実の妹は藤原孝子って先ほど申し上げましたが、この藤原孝子は清和天皇と、まあ、結婚しますよと、で結婚して、佐田明親王というものを、えー、産みますよと、佐田明親王ですね、9歳だったんですけど、9歳にまあ上位しましたよという形になります。 はい、佐田明親王が、養、ま、生、あ、天皇っていう、後の養、ね、生、えー、天皇になりますよと。でまあ、9歳なんで、まあ、先ほど言ったように、ですね幼いので、まあ、最初は摂政についてましたよと。で摂政をついて、まあ、5、6年後にですね、元、えーまあ、服なされるんで、まあ、14歳過ぎて元服なされるんで、まあ数その補佐につくという形で、関白というような立ち位置になりましょう。 というところですね藤の元常が、まあ、ただ、その関白、えー、になったといってもですね、えー、まだ関白という地位がなかったので実質上の関白という、えー、ようなイメージを持っておいていただければなと思います。で、えー、このときからですね、えー、元常と貴子の、えー、兄、妹の関係、まあ、兄弟関係が悪化していきます。 高子は、ね、天皇のですね、女王、まあ、奥さんですから、まあ、どんどん好き勝手に行動していくんですね。で権力を維持したい元常を無視してですね、まあ、軽視した行動で、まあ、いろんなあことをしてしまうんですね。なので元常はですね、高子の方が嫌いになっていきますと。で、まあ、政治からですね、えー、だんだん離脱していく、関白にも関わらず離脱していきますよということになっていきます。はい。 でじゃあ次の天皇どうするのかって話になって、まあ、上和の辺で敗退師になっていた常貞の親王ていう方がいたんですけども、まあ、あの常貞の親王ですね、えー、もう、ね、王族と関わらないという形ですでに出家をしていたわけですね。出家してしまうとです、ね、また引き戻すの大変なんで諦めましたと。じゃあ次、誰を天皇にするのかっていう元常が考えまして、まあ、任明天皇の第三王子。 えー、時安の親王をです、ねえー、天皇にしましたよと、えー、その人が孝幸、まあ、天皇ですただ孝幸天皇ね、えー、55歳なんですよねなので、まあ、政治をですねそれにも年を老いているので、まあ、いわゆるで年寄りに政治させてしまうとですね、えーまあ、政治が古臭くなってしまったりっていうこともあるので、まあ、それで、えー、アドバイザーとして、えー、元常が 感覚としして就任いたしますよと、まあ、実質上の関白という形になります。で、まあ、55歳なんで次の天皇をまた考えなきゃなって話になったんですね。で、孝、え、行、ーまあ、天皇はですね、えー、一応ですね、次の天皇はですね、やっぱ血筋の、羊羹天皇の血筋の弟がいいんじゃないかと、よそ者のね、孝行天皇が入るとまた政治的にもめるだろうという形でですね、思い おもんばっかってですね、皇后天皇はですね、自分の王子や王女をですね、親戚降下させます、いわゆる王族じゃないようにして、皇后天皇はもうね、手筋として、天皇をその受け継がせませんよっていう意思表示をしたんですね。でも、あの先ほど申し上げたように、藤原貴子と元常仲悪いですから、元常は貴子の子供、 そ,してその子どもの、ねえー、弟を天皇にしたくないわけですよ。えー、なので、元常は天皇の、ですね皇后天皇の第七王子、親、ね、戚降下したんだけど、もう一回王族に戻すんですね。えー、源貞と呼びます。えー、源の、えー、貞将と書いて、えー、源貞をですね、えー、皇嗣に推挙します、いわゆる皇太子に推挙します。そして、宇田天皇にしていきます。 歌、はい、天皇の時に、赤穂のふん阿赤穂事件というのが起きるんですけども、えー、そ,それによって、ですね再式、えー、には、えー、藤原元常が関白になりますよというお話でございます。はいまあ、その続きの話は、ですねまた次回していこうかなと思っておりますので、この動画がためになったという方は、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまままたたお会いしましょう、またね